俺、ゲーム、でも、エイペックスに限らず、パソコンも操作しづらいなと思ってたんだけど、俺、わかったわ、原因が。ちょっとだけ。俺さ、1ヶ月筋トレしてたじゃん。最近あんましてないんだけど、で、筋肉って大体3ヶ月ぐらいからつき始めるんだって。でもさ、ちょっとはでかくなるじゃん。で、俺、上腕の筋肉がすげえついて、マウスさ、動かすときに邪魔なんだけど。いや、俺、そんなことありませんよって言ってたじゃん。俺もそっち派閥だったの。筋肉を動かすときに可動域の邪魔なんかならねえよって。なんかさ、マウス動かすときに、この、上腕の筋肉が当たって、いや、本当に、なんていうの、スムーズな動きができねえ。ちょ、説明していい？ちょっと絵で。絵で説明していい？これガチだよ。要はさ、まあ、人間、どこのこと言ってるかというと、顔があって、これ力こぶのとこだ。で、ここに関節があって、ここの筋肉すげえついちまって、こうやって で、こうやって、俺はこんなポパイになってんのね。ほんでさ、これ正面から見たやつ、横から見たやつだと、筋肉がこうついてるじゃん、大げさに書くと。で、接地面がここね。で、こうなってて、浮いちまって、ここが。ねえ。ほんでさ、要はさ、浮くから、横から見ると、筋肉が浮くじゃん、こうやって。で、マウスがこうやったんじゃん。手首これで立っちまってさ、こうやって。立っちまうの。意味わかる？ここに筋肉がついたから。で、今までとさ、感覚が違うわけ。今までと明らかに感覚が違う。わらわ、うまくなきゃ。浮いちまう、マジで 浮いちまってさ、手首エイムじゃない、もう手首でエイムすんじゃない。手根骨エイム。ね。手根骨エイム。親指の付け根でエイムしなきゃいけない。もう肘動かせねえから。そんなの無理決まってんじゃん。手根骨でエイムしてるやついる？今。だからさ、おっぱいマウスパッドとかだったらちょうど ね、おっぱいマウスパッドでエイペックスしてる。だから相談の時ね。いる？青山光る、おっぱいマウスパッドでエイムしたいんだけどさ、ダメかな？じゃあなきゃもうダメでしょ。今のなんで一番かっこいいマスティフ、あそこ一番かっこいいマスティファイなのに、ね、